こんにちは、山線の堀部です。今山線ではフランストラクションのですねトランクショーを開催しています。6月30日日曜日までですね開催しています。今日はそのトラクションのコレクションの中からちょっとチャレンジだな、新しい発見あるかなっていう、サングラスをねちょっと見つけたんで、それをかけてみたいと思います。今日ねチャレンジしてみたいのはこちらですね、トラクションのサングラス、キャプライスというサングラスになります。形はねこうフォックス型ですよね、全体的には。そして、こうフレームのね上の方のカラーと、このフレームの下ですねの部分のカラーが変えてあります。それもですねやはりこうヨーロッパのねこうすごい綺麗なカラーですよね。上の部分はこれ今べっ甲柄みたいな感じの茶系ですよね。そして、このフレームの下の部分は、まあ、なんていうのかな、エメラルドグリーンみたいな透明感がある、カラーになります。そうですね、どっちかというとね女性向きの、サングラスだと思うんですけど、ちょっとチャレンジということで、自分もかけてみたいと思います。こんな感じなんですけどいかがでしょうか。結構ね、かけて、チャレンジかなと思ったんですけど、結構ね、マッチングするかなと思いました。どうでしょうかね。こんな感じのカラーリングですね。大人の雰囲気のカラーリングでこの形になってると思います。で、次のカラーっていうか今日はね4色あるんで、4色全部ねご紹介したいなと思います。では次のカラーをねご紹介したいと思います。こちらですね、こちらが上がこう白黒基調にした、まあ、ゼブラ柄みたいな感じですよね。そして、このフレームの下の部分は、ブルー系の透明感ある色ですね。じゃあこちらをねかけてみたいと思います。どうでしょうか。形もねこのカラーリングもなんかとてもね、かっこいいなと思います。こんな感じですね。こういうのであれですね、オープンカーとか運転したらいいんじゃないですかね。次のカラーねこちらかけてみたいと思います。上はまあゼブラ柄っていうのかな、下がこう薄いピンクですね。でこれかけてみたいと思います。こちらになります。どうでしょうか。これは結構あれですよね、チャレンジのまたチャレンジみたいなカラーリングですけど、まあこういったのもね、リゾートなんかではねいいんじゃないでしょうかね。まあ、普段掛けだとちょっとね、やっぱり目立つ感じしますけども、楽しむサングラスということだといいんじゃないかなと思います。次の最後の、ね、カラーをかけてみたいと思います。最後のカラーはねこちらね、こうピンク系の濃いピンクですね。そして上がこうべっ甲柄みたいになってますね。こちらをねかけてみたいと思います。こちらですね。どうでしょうか。このカラーも好きですね。赤結構好きなんで、でもいいと思います。まあ、サングラスでもいいけど透明にしてちょっとミラーレンズとか、まあ、ミラー好きなんでねミラーレンズにして、普段掛けも、まあ、自分はまあメガネやって職業でこうアピールしないといけないんで、そういった、メガネ作りもあるかなと思いました。そして今日ね気に入ったカラーは、まあ、今かけてるこのカラーと、このグリーン系のカラーね、こちら、どっちがいいかなっていう感じで考えました。どっちがいいかな、まあ、ちょっともう一回これかけてみようか。これとこちらですね。まあ、サングラスだとこれでいいと思うんだけど、こうもし透明にするとするとこっちもいいかな、ね、いろいろ考えてね、こうカスタマイズっていうか、このサングラスフレームの、ね、楽しみ方を考えてみました。こんな感じで、メガネを、ね、楽しんで、トライして、まあ、ちょっとチャレンジして、ね、かけていただくのにトランクショーっていうのは、ね、とてもいい機会なんで、ぜひ、6月30日までですけど、来店していただいてこうメガネを、ね、楽しんでかけてみてください。よろしくお願いいたします。お待ちしてます。ではまた。